サテライト船橋は、千葉県船橋市若松に所在する競輪の場外車検売り場である。当施設は、オートレースの場外車検売り場である、オートレース船橋を併設しており、本校では、同一施設として記述する。2008年に船橋オートレース場内で、競輪場外車検発売施設、サテライト船橋として開設された。船橋オート廃止により2016年4月に、 現在 j 1オートレース場外、オートレース船橋を併設している。サテライト船橋は、松戸競輪場の開催を中心に車検を発売し、すべての特別競輪と記念競輪、および一部のナイター競争も含め最大1日4場、発売。オートレース船橋はナイター開催を含め最大1日2場、発売している。建物は平屋建て、館内は、一般席、有料席、 喫煙スペース、売店に分けられている。一般席はワンフロアに、競輪、オートレースのモニター、自動券売機がそれぞれ設置されており、レース実況も同時に放送される。場外車検発売施設としては珍しく屋外席があり、南側にはモニターと自動券売機を設置。開催状況により、競輪、オートレースの発売台数を切り替える。 東側には大型のテントとモニターが設けられ、船橋オートから移転した5軒の予想屋が営業している。3.0円、日のボックス席、2000円、日のオープン席があり、専用 PC で、競輪、オートレース両方のモニターが可能。有料席では、備え付けのヘッドホン着用が必須である。施設は隣接の船橋競馬場と、 同じく株式会社読売ランドが所有しており、店名を読売ランド、船橋場外としている。なお、船橋競馬場とは別の住所表示である。船橋大都の施設所有者だった株式、会社読売ランドが2008年12月に、船橋大都の山川第二スタンド2階を改装し、サテライト船橋としてをオープンした。これは、同年のジャカ発足後、競輪。 オートレース館において初の総合販売施設であり、オートレース場敷地内としては唯一の競輪場外車検発売施設であった。運営業務は思考管理者の松戸市が主催する松戸競輪場を所有する松戸興産株式会社へ委託、マスコットキャラクターは遊園地読みりランドのマスコットランドドッグを使用した。しかし2014年8月に船橋オートの 廃止方針が発表された際、当時の施行者は廃止後もオートレースの場外車券売り場を残すことを示し、株式会社読売ランドが近隣の船橋競馬場の土地を自社で所有していることから、その駐車場として使用している土地の一角に新たな競輪、オートの場外車券売り場を設置することになった。そして2016年3月31日、船橋オート廃止翌日、 競輪場外移転が発表され、新たにオートレース場外も併設する形で、同年4月8日より、現在地で、サテライト船橋、オートレース船橋としてオープンした。京成バスシステムが運行する無料シャトルバス船橋、競馬場、OK 船橋競馬場店共用駐車場が1日500円で、利用可能。ただし、4月30日から5月5日までは隣接する。 ララポート東京米への人手に加え、船橋競馬場で、柏記念が行われるため、駐車場満車による周辺道路の交通麻痺を防ぐため、駐車料金は2000円、日に値上げされる。こうしたことから運営会社は、公共交通機関での来場を呼びかけている。サテライト、船橋 VS オートレース、船橋所在地、交通 AB 株式会社読売ランド、企業情報。 施設一覧、船橋オートの土地所有者は、三井不動産。競輪場外車検発売場、サテライト船橋の開設について競輪、JP2008 年12月18日、船橋オートレース事業について千葉県、平成26年8月12日、平成28年3月期、第3四半期決算単身、日本基準。 E 2株式会社読売ランドニュースリリース2016年2月3日、場外車検売り場、サテライト船橋の移転について経輪、JP2016 年4月1日、オートレース場外車検売り場、オートレース船橋4月8日オープン、オートレース公式2016年3月7日、ありがとうございます。